車乗り物に合いに行けるスポットを紹介しよう。今日は東京都の中央区と墨田区にまたがる両国橋を紹介するよ。 JR 両国駅の西口を出たら左に曲がってまっすぐ進むよ。突き当たりにある両国2丁目の交差点を右に曲がっておよそ2分歩けば到着。ここは隅田川に架かる橋の上から電車や船を見ることができるスポットだよ。あ、黄色い電車が来たよ。あれは確か、これは JR 中央総武線の各駅停車だね。そうだ、千葉県の千葉駅から東京都の三鷹駅までを結んでいるよ。ラッピー、今度は川の方を見てごらん。あ、船だ。ずいぶん平べったいね。これは東京水辺ラインの水上バス、コスモスだよ。浅草からお台場までおよそ1時間かけてゆったり水上散歩できるんだ。ほら、橋の下を通過するところをすぐ真上から見られるよ。迫力あるっぴー。あれ、あっちの細い川から違う船が来たよ。あれは日本橋クルーズの観光船だよ。日本橋川や神田川などをいろいろなルートで巡るんだ。屋根がなくて開放的だよね。両国橋は JR 両国駅から歩いておよそ5分のところにあるよ。